通信が途切れてしばらく経つぜ。どうなったんだ。終わったよ。イーターレギオンは消滅した。この声、お前エリカなのか。ちょっと違うかな。エリカであり、エリカじゃない。ダームノとエリカの精神データが融合した、エリカの願いから生まれた新しいエリカの姿だよ。お嬢の新しい姿。お嬢がデジモンになっちまったっつうのかよ。こんなんあり？どうですかね、お兄ちゃん的には。すまん、ちょっと時間くれ。うん、だよな。妹がデジモンになったらそうなるよな。それは真っ当な反応だと思うぜ、リュウジ。かなり驚きな合流の仕方だけど、これでようやくフーディエが再集合できたわけだし、細かいことは一個なしだな。待ってたぜ、お嬢。心配かけすぎだっつん。ああ、どんな形であれお前はお前だ。よく戻ったエリカ。なんだ。イーターがお嬢のサーバーに集まってる。レギオンを倒したのにエデンの侵食が止まっていない。エリカの自我の影響がここまで伝播してしまったんだ。は？おいお嬢、俺たちにも分かるように説明してくれよ。イーターレギオンは膨大な記憶を持つエリカを取り込んだことで、かりそめの磁場を持ってしまったの。そして、インターネットワークを通じて、その磁場はエレンの中の他のイーターにも拡散してしまった。彼らは磁場の統一を求めて、核であったエリカの記憶サーバーに集まっている。でもあのサーバーには、もうエリカたるものはない。イーターたちは、核の代わりになるものを求めて互いを食い合い、別の何かに進化しようとするはず。別の何か。おい、なら止めた方がいいんじゃねえのか。ダメ、もう間に合わない。